さあ、始まりました。えー、今週もね、やっていきたいと思いますけども、今日からなんと11月1日で、えー、まあ水曜日の夜22時に毎回ね、プレミア配信という形で、あの、更新してるんですけども、このラジオ。えー、まあ一応あの、収録してるのは10月31日のハロウィンのこの夕方かな夕方に撮ってるんですけども、 いや、あっという間にね、11月入っちゃいましたけどもー、今日もね、張り切ってやっていきたいと思いますよ。11月のね、えー、ギフト屋のラジオ一色で皆さんお願いします。というわけで、ギフト屋のラジオ、たんのバーい どこでこのコール入れれ迷ってて <laughs> <laughs> なんかかん話してもるたらよかったんだっけどっ、えー、5回目ですか6回目6回目,6回目になってもまああのねその時の流れに身を任せてやらさせていただいてますけども、えー、今日も私ちょっとメインパーソナリティでやらさせていただきましてですね菊田ナと申します、えー、そしてね、えー「聞き役にいつも構成作家の鎌倉君」 よろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いします。ああ、鎌倉博士くんね。えー、なんですけども、あの、今日久々にね、あの、自転車乗ったんですよ。はい。一応我々バイカーじゃないですか。そうですね。あ普段あの、バイク乗ってるんですよね。久々に乗る自転車、結構あの、危険ですね <laughs>。バイクの感覚がすごい染みついちゃってるから、 気がついたら、その車線のど真ん中で、信号待ちとかしちゃってて、<laughs> <laughs> あ、やべえ、みたいな。プーみたいな。ああ、感覚がもうバイクの感覚になってるわ、みたいな。<laughs> で、なんかその、歩行者の信号でも渡っていいっていうことじゃない一応、自転車って。そうですね、はい。うん。なんか、分かれてるとこもあるけど。はい、でも、全然歩行者の青でも渡らずに、その、なんか、車道の青で渡ろうとして、プーみたいな。<laughs> あ危ねえと思って。 結構バイクの感覚が染み込んじゃってて、<ー>もうなんかあの、ハンドルもなんか右だけなんか回しちゃってるもん、ね。<laughs> 危うくガソリンスタンド入っちゃうみたいな。あれないですか僕も自転車、この間久々に乗った時に、うん、あの、サイドミラーで後ろ見る感覚あるから。わかるー こう見ちゃうけど、何も映らない,いうそうね。右のこのなんかこう、<laughs> あるはずのね、バイクであるはずの鏡の位置を見るけど、何もないみたいな。ないいな振り返るんだ。はい。たまにおじいさんが自転車でさ、サイドミラーつけてる人いるじゃん。はい。それでかって思ってるんだ。そうですね。結構便利なんですよね。あのサイドミラー。でも染み付いちゃってるから。うん、ぜひ皆さんね、気をつけていただきたいなと思いますけども。 こういったようにですね、このラジオはですね、私が日々心の中で感じたことなどをありのままにわがままに心のままに話すラジオということになっておりますんでね。え遠慮なくやらさせていただきます。うるせえなバイク。<laughs> やばいかバイカー。バイカー。仲間<共>。<laughs> 共感かなわ <laughs> かるブレブレブレルンじゃないよ。まあ、このラジオ結構ね、あの、撮ってる機材が優秀なんで、 意外に入っってなかったりすするんですけど、はい、あの,外の騒音とか、うん、でこれ道路に面してる部屋なんで結構私たちの耳には入ってきてるんでね、えー、ちょっとご了承くださいっていう感じでまあ5回目だっけ6回目です6回目なんですけども、うん、えー前回、えー、プレミア配信したい時になんかみんなチャットしてくれるんですよね、はい、でチャットして「えー、今週も聞いてます」とか「今日はもう寝ずに聴きます」とか言って。はい で、こう、あ、明日朝早いのに、ありがたいなと思いながら、30分と言いながら、1時間ぐらいやっちゃって。一、はい、<laughs> 1>, <laughs> 1時間弱やっちゃって、まあなんかこう、あーってこう、長かったけど聞き、切ってくれるってた。嬉しい、嬉しいなと思ってチャットを見てたんだけど、チャットの最後の終わり際に、はい、あれ、メール届いてないかな、っていうチャットが入ってて、 きっとずっと楽しみにしてて、この1時間で。はい、今回読まれるんじゃないかって言って、1時間ずっと待ってたら、<laughs> <laughs> じゃあまた来週よとか言って、読まれなかったんかいみたいな。<laughs> がっかりされた方ね、いらっしゃるかもしれません。すいません。今日はね、そういう方はもういらっしゃるの分かってますし、ちょっとあの気づくのが遅くて、メールでは返させていただいたんですけど、来週読みますって言って。はい、今日はちょっとメールのコーナーから行かさせていただきたいと思います。というわけでね。 お手紙来てます。うん。えー、3通ほどあるんでね。<ー>ちょっと行きたいと思います。ラジオネーム、ミヤポンノスケさんから頂きました。ありがとうございます。矢野さん、鎌倉さん、こんばんは。こんばんは。こ,んばんはこれって私だけのコーナーにメッセージを送ります。はい。あの、募集がね、これって私だけということに、あの、皆さんお手紙くださいっていうお題だったんで、送ってくれました。 えー、自称ギネス記録持ってます。一年間で7回ぎっくり腰したことです。あら、5回目は救急車呼んで入院しました。えー、えー、<laughs> 結構ハードだね、えー。こんな人周囲にいません。石骨院の先生に、やばいっすねって言われました。<laughs> 軽いだろう。<laughs> えー、今は普通に生活できるほど回復していますし、心配されると困るので笑ってほしいです。ということで。いや、これはね、うん、やっぱね、ぎっくり腰って、まあ、あのね、よく言いますけど、伝わんないのよ、痛さが。あのー、周りの人に。はい、い。一番初め、なったことありますかちなみに、鎌倉さん。一回あります。一回目ね、あの、私もあるんですけど、初めてなった時。 死ぬのかもと思って分かります、ね、<laughs> こんな感じ、感じたことないみたいなさ。どうにもこうにも動けなくなりますよね。うん、動けないし、<laughs> なんか、髪乾かしてたりさ、はい、ふとした時に来るじゃないの。はい、ちょっとした動きの時に、うわーみたいな。はい、<laughs> 初めてなった時さ、知らないからぎっくり腰の,その存在とか痛みに。はい、連携しないんだよね。アイコールぎっくり腰だなって、はい、ならないから、やばいやばいやばいみたいな。 でなるんですけど、まあ、2回目からはね、ああ、来た、みたいなのが分かるんですけど、初めてなったとき、本当ね、もう、まあ、なんていうか、盟友、友達に、はい、ちょっとこんな状況なんだけど、みたいな、<laughs> 初めて助けの電話をするという、助けてくれ、みたいな。で、その友達が、あの検索して、痛みとかの症状を聞いて、ぎっくり腰だ、それは、つって。 ちょっと安静にしていいればみたいな感じで <laughs> で冷静だったんだけど <laughs> だから、あのー、その時思ったのは、まあ、治ってきてあぎっくり腰ってこんなことになっちゃうんだっていうのとぎっくり腰とかこういうピンチになった時に俺は電話するのはあいつなんだっていうのを思いましたね <laughs> やっぱこの助けてくれる人って思い浮かぶじゃない、はい、誰に電話したらいいんだみた、はいな今なら奥さんいるけど、はい、当時いなかったから。 っていう感じで,、ね、でも救急車に運ばれるってこれ相当ですね。回、ね、回目5回ってことはもうある程度あ、はい、っっていうのをもう経験した中でもこれは呼ばなきゃダメだっていうぐらいの衝撃のに回5回目だったんでしょうね、はいうん、そうですねちなみにっ年間でう回だからっ回目が一番だからうわっうわっうわ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  <laughs> っていう感じだったんでしょうね <laughs>。そうでしょうね <laughs>。6回目の時の気持ちも知りたいですね。5回目よりは、みたいな。だ <laughs> ったのか。うん。で、骨院のせ骨院に先生に聞くんだよ、やっぱ、ぎっくり腰って。まあ、それか、もしかしたら常にそういう、かかってる。通ってる病院があるかもしれないですね。なるほど。いや、これ大変ですね。 あ気をつけて、気を付け方もちょっと分かんないしね。そうですね。あまあ、癖になるって言うんでね。うん、はい。なんとかその、またなった時は、お便りいただけたらなと。うん、なんか、他の場に遅れるわ。って少しでもね。なるほどあ。少しでもなんか、いいですね、なんかこの、無駄じゃないよ。はい、その痛みはっていう場所になったらいいなと思います。 みやぽんのすけちゃん、おたりどうもありがとうございました。続きまして、えー、ラジオネームばーちゃんからいただきました。もしかしてこれって私だけのコーナーに送ってくれました。7歳になる孫から、未だにばーちゃんは男だと言われています、えー。聞くところによると、これからもずーっと男だそうです。孫にもおばあちゃんが男だって言われるのは私だけ。 ば <laughs> 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 あしゃんっていうぐらいですからあの女性なんですけども、はいえー、7歳になる孫からはねな何でしょうね男らしい一面をこう見してるのかなそうかもしれないですねうん、まあ、ちょっと私その配信とかでねば、うん、あしゃんの情報知ってるんですけど、はい、競馬が大好きなんですよお<ー>だから競馬をやってる姿さ<ー>せ すいませんの時が男っぽいのかもしれないし、<laughs> 残れ残せみたいな。<laughs> そういう、そういうとこを見てるのかな、まあ、そうですね。子供は何を見てるかわからない。わからないからね。一緒にお風呂とかも入ったことないのかなあ、まあ、まあね、まあ、悪いことではないですからね。まあ、そうですね。まあ、確かにでも、 よく言うじゃないですか。あの、あるあるネタでもよく言いますけど、あの、おじいちゃんかおばあちゃんかわからないっていう。ああ、はい。うんね、でも、ばあちゃんはね、めちゃめちゃあの、若くて女性らしい方なんですよ。<あ>うん、だから、なんでしょうね。うん、ね。まあ、もうなりきってね。<laughs> ええー。男として、男としていきましょう。<laughs> ええー。あとなんか追加でちょっと、矢野軍団のメンバーを考えましたも送ってくれました。 ありがとうございます。矢野さんをはじめ、人柄が良く誰からも愛されるメンバーであってほしいと私は思います。そこで、鎌倉さん、能さん、す子さん、どうですかありがとうございます。鎌倉くんはね、愛されがたいっていうかね、いの <laughs> 愛されないというか。<laughs> 冗談です鎌倉君はね <laughs> あの矢野軍団っていうのはそのなんていうのチーム矢野ではもういるんであの鎌倉さんは矢野軍団っていうのはその表で例えばねあのロケ行く時とかの意味の矢野軍団で言ってるんですけど、はいはい、まあ鎌倉さんは結構ねそれは置いといたとしても愛されますよね結構ねそうですかありがとうございますいろんな人から愛されてますよね <laughs> 特になんかもうなんだろう 女子になんかケチョンケチョンに愛されてますよ。<laughs> <laughs> なんつうのか旗から見てるんですけどね。乗り換えとか一緒になるけど、<laughs> もうなんか、なんだろう、う年下の女の子からも、鎌倉 <laughs> それさらと開けてくれよ、鎌倉 <laughs> みたいな。垣いまみますね。愛されてますね。愛されてます。うるせえとか言い,言い返してますけど。<laughs> <laughs> ーまあ、そういうね、やりとりも、まあ、たまに見ますけども、まあ、脳さんは、なんか、そのより、あの軍団っていうの多分嫌がると思うんですよ、普通に。脳 <laughs> <laughs> さん、あの軍団入りますって言われたら、やめとくっす。っていう、<laughs> そんな感じで、なんか、あしらわられると思いますね。<laughs> 私の下に入るっていうことですから、そのね。うん、<laughs> 何かが許さないと思いますけども、<laughs> でもまあね愛されてますし、ねまあ、あの軍団と言わずね、えー、仲間っていう感じでね、えー、安子ちゃんは、安子はねもう同じ事務所でしたけども、はい、なんか面識もあるし、はいえー、たまにそのロケで名前も出してくれたりほんのたまにですけどね、はい、したこともありましたけど<ー>基本、俺に興味ないと思います。<laughs> はい、全然はい なんか、そういう人いましたみたいな感じで。はいーって感じでおしまいなんで。<laughs> 軍団に行ってね、そういう会話するとやっぱ悲しくなっちゃうんで。うん、まあでも愛されますね、すね確かに。はい、言ってることわかります。えー、いい路線のメンバーをね、行っていただいて本当にありがとうございました。はい。えー、ばあちゃんからお手紙いただきました。ありがとうございます。さあ、最後。えー、ミニ味噌ちゃん。 ラジオネームミニ味噌ちゃんからお手紙いただきました。えー、7歳の男の子ですね。ええー。はい。お<ー>これってもしかして僕だけえー、お姉ちゃんからチンパンって呼ばれるのは僕だけお兄ちゃんやお姉ちゃんからチンパンって呼ばれている人いるのかなだそうです。なるほど。安心してください。えー、 男子は全員チンパンって言われたことあります。そうなんですかあのキムタクのチンパン経由してからのイケメンなんでそうなんですか。はい。チンパン時代でやっぱありますから。ほぼ。チンパンを経て,男の子って、うん、チンパンになればいいし、俺はチンパンを経てゴリラになっちゃったけど <laughs>、うん。安心して。チンパンってやっぱ通る道だから。特にその女子はね、言ってくるよね。 うん。おい鎌倉 <laughs> それ好きですね。<laughs> サラダ取れやとか。うるしえ <laughs> いいん <laughs> なんかあのね、うるせえとかじゃないんだよね。うるせえ, <laughs> えっていうすいません、チンパンから離れちゃいましたけど、ンン安心してください。えー チンパンってね、ちっちゃい子みんなチンパンだからね、うん、うんだから、あのー、愛されてるということなので全然ね、あのー、イケメンになりますからもう今もイケメンなんだけどチンパンってこうあその時代俺も来たんだって思ってくれればね大体あ,<ー>、うん、あるから7歳ぐらいの時にチンパンはいチンパン、はい、ミミソちゃんだけじゃないよ あの世の中に出てるすごいもう偉い人もみんな昔はチンパンだった岸田首相もみんな昔チンパンだっただからさあ安心してほしい、はい、というわけで、えー、ミニミトちゃんからお便りでしたありがとうございますというわけでね、えー、このラジオは、えー、メールお便りそして、ね、イラストとか写真もね募集してます合間にこ,っとこんな、ね、ピロッてこうブリッジで、えー、こう出せたらいいなと 募集させていただいてますのでその時あの内容に触れずにちょっとこうこん今回もあるかなもし送られてきたらこうピロって出しますけども気軽に送ってみてくださいというわけでね盛りだくさんのオープニングでね、えー、始まりましたけども今週も行きたいと思いますこちらのコーナー届いてるよギフだより、はい、届いちゃうんだよね <laughs> あやっぱりあの私ねアメリカ生まれなんですけども育ちは岐阜でございまして、えー、岐阜のいろんなニュースが私の元に届いてこれをこんなことあったよっていうことをね、えー、紹介したいなと思うんですけども今週も届いてますはい,はーいえー、2023年10月31日まさに今日ですね、はいえーま、収録なんで明日まあ今,今日なんですけどす、ね <laughs> えー、読んでる日は今日って えー、え、こちらのニュース。懐かしの校舎で同窓会。昔の教室再現購買部復活で人気のパン再販。岐阜大垣南高校。ということで、えー、大垣南高校、過去岐阜県大垣市浅中の卒業生を対象とした校舎探索ツアー第1回。第1回なの）だ。難航、うん、ツアーが29日。 同窓会のスピンオフ企画として初めて開かれ、約200人が懐かしの学び屋を訪れ、旧友との昔話に花を咲かせた。っていうことなんですけど、これね、私の母校なんですよ。えぇ、ー、<laughs> はい。えー、私、南高生なんですね。<laughs> えぇ、ー、南高俺、こ写真出てるんですけど、はい、あの、南高の、はい、とこに、その、多分 OB の人が集まって、はい、この教室に私通ってたんですえぇ、ー、うん。 まさかのね、ええー、まさかの、校が来まして、<laughs> 一応私は卒業生なんだけど、お誘いなかったけど、ねお、お誘いなかった。軟骨は、えーえー。そうなんですよ。うん、で、ええー、なんかまあ、確かに年々、毎年その同窓会みたいな中、なんか、 封筒が届くんだけど実家に届くんで、はい、僕の元には届かないんでたまに帰った時にこう束になってねあったりするんですけど、えーまあ、そ,れのそれの中の一環なのか一つの企画だったのか分かりませんけど、はい、同窓会の参加者が年々少なくなっていたことから、うん、どう同校同窓会が打開策の一つとして今回の企画を考案。 卒業後母校を訪ねる機会がない卒業生と、その家族を対象に音楽室や美術室、当時の雰囲気を再現した特別教室。<laughs> <laughs> <laughs> ないのかな今、教室 <laughs>、えー。去年リニューアルされたフェンシング場など開放した。フェンシング部、フェンシング部がめちゃくちゃ強くてね<ー>、うん。54冊を揃えた歴代卒業アルバム展 <laughs> 私の顔もありますよ。ええ、休友たちの再会を盛り上げたと。ね気になったのが、はい、この後のね、10年ほど前に亡くなった購買部復活。はい、えー、タルイチョのマルセパン、うん、現、なんか違う名前らしいんですけど、はい、の協力で、当時人気だったパン10種類特別に再販したと。へえ<ー>。亡くなってたんだよね、購買部。山さんも思い出は、 ありますありますなくなってたの知らなかったからであのー、この間話した覚えてるか分かんないけどその科学室の前で告白したみたいなのは校舎がこう普通の学校の校舎と片方がもう、はい なんかこう科学室とか美術室とか特別授業特別授業の校舎があって、はい、それが間に渡り廊下があって、はい、こう H 型みたいな校舎なのその渡り廊下の1階部分が購買部になってまして人気のパンが復活したって書いてあるんだけど詳しく書いてないんだけどあの当時その1日3個しか売られてない生クリームパンっていうのが じじゃゃもう争争奪奪戦戦ない生クリームパンっていう<ー>その甘い系の、はい、であのなんだろうなちょっと説明難しいけどメロンパンの側っぽいんだけど、はい、中たっぷり生クリーム入ってるこの丸いドーム型の形状で、はい、上になんか白い粉が甘い粉がかけられているというのを想像してもらいたい、はい、それが3つだけ、うん、3つっていうのがすごいですね であのー、2時間目終わりから10時ぐらいからに発売されるの 2>,、はいはい、2時間目終わりの,その授業終わりが一番もう, <laughs> もう生徒たちが熱くなる3年生とかは結構もう3年間であの結構食べる機会もあるし、まあ、大人なんでそんなに駆けつけてこないんだけど、はい、やっぱ1年生が部活もやってるし育ち盛りで、はい、だからもう野球部との戦いですよね サッカー部なんですけど野球部なんかもう腰浮かしてるからその授業に最後のチャイムになる前にすぐこう移動できるようにもう腰浮かしてビンコンガラガラガラみたいなまだ授業終わってねえよみたいな状態でも取り合うみたいなそこも一個味に乗っかってんのかもね勝ち取った勝利の味なんで3個しか売らないんだと思うで個って相当 なはい相当な争いでしかもあの1年生は校舎がもう3階だったのよあ上なんだ上なんだよだ階段をこう降りるみたいなていうかもう勝ち目ないじゃないですか <laughs> それ <laughs> どう頑張っても勝てないですよねいやでも大体1年生が来るからへえー、ーだからやっぱその俺は1年生の時は全然取れなくて、はい、3年生になって、まあ、あの1階なんで<あ>確かこう ら普通3年生ってそのなんかなんていうの大人ぶってそういうのね、うん、やんないんだけど大人げなく俺はすぐ買いに行ってたか <laughs> <laughs> 買いに行かないと思うなよ <laughs> 俺は行くぜってことで <laughs> 何回かいへ<ー>行ってやりましたねやっぱおいしいんですかおいしいねやっぱりなん<ー>だろうねあの独特な特別な味<ー>他のコンビニとかでもない うん、聞いいたことななでですねのひょっとしたらこのね軽井、えー、町にある現グルマンマルセっていうね、はい、パン屋さんに行けばあるかもしれません,、ねうん。という奇跡的に母校のニュースがあったのでありがとうございます、ね。というわけで「届いてるよ岐阜だより」でしたありがとうございました。タン というわけで今週も行きたいいと思います今週の「これだけは言わせて!」はい。ということで、えー、もうあの、今日、情報解禁してもいいよっていう、あの、やり取りし,したんで、はい、まあ、今日っていうか10月31日、はい、だけど、えー、せっかくなんで、一応、このラジオでね、言おうかなと思うんですけど、 えー、フリーになって初めてメディア収録してきました。<ー>いやあのー、初めてね、その、このメールアドレス、お仕事くださいのメールアドレス開いたときに、はい、テレビ出演希望みたいな。はい。えー、みたいな。ついに来たみたいな。なんか一個、なんか一つね、フリーになって、 こう段階踏むっていうのはまずそのメディアに出るみたいな事務所にいなくてもメディアにで、うん、出てたみたいなのがなんか一つこう形じゃない、はい、それがさえと思ってえ来たよと思ってで初めてそのフリーでこうメールのやり取りして打ち合わせしてみたいなで、えー、ちょうど10月30日一応収録でいう昨日。 えー、行ってままいりましたいやテレビ朝日さんねど<う>あもう番組名も行っていいとも言われてるんで言いますけども「えー、アンタウォッチマン」っていうそのアンタッチャブルさんとサンドイッチマンさんが MC の番組に出させてもらいりました、はい、いやテレ朝でねうんどうでした いやーやっぱね、幸せな時間でしたね <laughs> あー。楽しかったし、やっぱ優しいね、あの売れてる人っつうのは。<ー>あもうなんかあの場に出させてもらえていや、マジ嬉しいなと、オンエアどうなってるかは知りませんよ、はい、とりあえず撮り終わって、終わったこの今の感想としてはね、なんか,あーなんか楽しかったなーっていう。どういう出方なんですかネタって あ<う>まあなんかそこまで言っていいのかはちょっと分かんないのでそれはオンエアを、ね、オンエア見てほしいなって思うんですけどあのワンタッチャブルさんとサンタッチマンさんとも絡みは、はい、絡みありでやらせていただいて、うん、俺以外にも出演者何組かいてみたいな感じのうちの一人だったんですけども、はい、いやーなんかあのー、リハ、はい、11時ぐらいにこう入って、はい、であのー その事務所にいた時と全く変わらないのなぜならそのマネージャーさんさ別についてきてくれたわけじゃないからさ変わらないのよ、はいうん、であの受付のやり方も知ってるから、はい、入って個室の楽屋入ってお個室だったんで,す、ね、個室で取ってもらって弁当もあって 2>,、えー、2個あって弁何,何弁当なんか鶏南蛮と牛の黒毛牛のハンバーグみたいな。はい、おー たまんないよね。<laughs> どっち、どっち選んだんですか動画撮っちゃったもん。<laughs> 上下して <laughs>、うん。で、まだ本番前だったから、はい、本番前食べない,い、あ,あんまり。はいうん、で、あのー、収録始まるっていう、まあ、リハをまずね、スタジオに行って、はい、撮るときにやっぱこう、テレビ朝日のね、一1スタっていうのかな。はい、行く道中、はい、その、 スタッフさんが呼びに来てくれてで廊下を一緒にこうやって歩いていくんだけど、はい、その時に「僕あれですよあの m 1の決勝で使うスタジオですよ」って「ーはい、ええー!」みたいな「ここでですか?」みたいな「はい、ここでチャンピオン生まれてんだ」みたいなでここのそのスタジオで m 1のチャンピオンのサンドイッチオンさんとおー、はい、アンタッチャブルさんに迎えられてるみたいな。はい もうそれだけでテンション上がっちゃったよね。ああ、そうですね。<う>はい。え、アメトークもすかみたいな。アメトークは別でってああ。ああ、別ですか <laughs>、えー、とりあえず、その、ね、なんか写真とか撮れないじゃん。そのあんまりさ。はい。怒られちゃうし。そうですね。一応、天井の写真だけ撮ったんで。<え> <laughs> <laughs> そのスタジオの天井の写真だけ撮ったんで、今、ピロって出してますけど、こんな感じです。ね。 お弁当の動画も出してくれてますよ。お弁当動画出そうかな。あ、ちょっとお願いします。今<ー>このタイで。わかりました。ちょっとね、出しておきますね。うん、で、えー、やってでもテンション上がってリハも終わってみたいな感じでやったんですけど、その俺が楽屋で待機してたら、はい、やっぱあの後輩だから同じ出演者のイカスゼジョナスさんが先に挨拶来てくれたの。 はい、今年の。よろしくお願いします。はい。で、ありがとうね、挨拶来てる、よろしくね、いい会にしようね、とか言って、こう、吐けていくときに、その後ろにすぐバベコンブが待機してて、はい、そのまま一気に挨拶に来ればいいじゃん。はい、だけど、あの、すいません、あの、楽屋挨拶の練習したいんで、一回ちょっと閉めます、とか言って。<laughs> 今後の、ご挨拶よろしいでしょうか。よろしいでしょうか、じゃあね。<laughs> えっと、ラフィーネの、バベコンブと言います。みたいな。なんか、これからさ、サンドさんとか、アンタッチャブルさんに挨拶するのが初めてで緊張してるからって、俺練習台にしてるよね、ってなって。はい、練習台にさせていただいてます、って言って。<laughs> はっきり言うなよ、つって。何言ってる練習してんだよ、つって。今日はよろしくお願いします、つって。もうな えっと、お名前は存じ上げないんですが、よろしくお願いします。<laughs> なんでだよっっ。<laughs> い,い,ね、いじり始めちゃってさ。<laughs> 余裕あんだろうとか言って。うん、みたいな感じで。わかるんだよね、でもその気持ち。楽屋<ー>挨拶、俺も全然わかんないからタイミングとか。はい、俺も練習しようと思って、隣の桐野安造さんっていう、はい、元同じ事務所の,あの芸人がいたんで、はい、散々喋ってたんだけど、はい 練習しようと思って、コン,コンご挨拶よろしいでしょうかって、桐野さん <laughs> <laughs> 同じように挨拶練習しに行ったからね。<laughs> しょうがない。だってサンドさんとか、アンタッチャブルさんの前で失礼できないから。そうですね。桐、は、野、い、さんはもうそんな、いくらでも失礼したって言うんだからさ。<laughs> <laughs> みたいな感じで、なんか新鮮でしたね。でも、よかったですね。うん。やっぱあの、フリーになって、 での初めてのメディアだったから、心境的にね、はい、あの、たまにあるんですけど、たまにその、同じ事務所のマネージャーさんが、でかい収録になればなるほど来てくれて、はいはい、矢野さん、これ跳ねたらでかいっすよ。<laughs> 収録前に。<laughs> 矢野さんこ、あの子跳ねてましたよ。負けないでください。<わ>ほっといてくれ。<laughs> 俺のペースで行くから。 なんかこう、葉っぱかけてくるのが、俺の波長と全然合わないっていう人がいるのよね。はいはい、で、なんかこう、ね、良かった時はいいよ。はい、あんまなんか良くない時とかさ。まあまあまあ、ね。<laughs> <laughs> <laughs> まあ皆さん。いや次頑張りましょう。いや、なんかダメだったみたいな、みたいな。<laughs> <laughs> うーん、とか言いながら。<laughs> フォローの仕方、あんま上手くないですね。<laughs> <laughs> いろんな人いるからね。 いい人もいるんだけど、はい、なんか、いろんなマネージャーさんいるじゃない、はい、会うマネージャーさんもいるし、そういう本番じゃない時の雑談はすごくいい感じなんだけど、うん、ちょっとナーバスになっている時の、その感じちょっと大丈夫っす、みたいな人もいるじゃない、はい、そういうのがもう一切ないから。ああ、そうですね、今はもう。おうだし、どうなっても全部自分の責任だから、うん、なんかもうね、合ってたかもしれない。<laughs> <laughs> フリー クリアだってたかもしんない。<laughs> もうなんか自然だった。あのー、なんかね。自分でそのコントロール、<や>メンタルコントロールができるのであれば、はいうん、全然いいですね。ね別にあの前の事務所を悪く言ってるわけじゃなくて、うん、なんかたまたま今回はなんかそう感じたというか。お<ー>お 本番はどう映ってるか分かりません、ね、まそうで,す、ねうん、でも、はい、あのあれですね「はい、しくった」っていう感じには別になってないから、うん、それはそれでいいで、ね、まあそもそも「しくった」という感じにもならない感じにもうん,なんかもうベストを尽くしたらもうそれでおしまいじゃないっていう、はい、その時できることはみたいなだから「しくった」のもベストだしもし「しくった」ならね「<laughs> <laughs> しくってないですよね、うん、でも 収録終わった後のスタッフさんの顔見れば大体わかるよね。<laughs> まあまあそうですね、うん。俺が工場委員会の収録の時は、収録前めっちゃ俺に、変わってね、みたいな感じだったんだけど、収録終わった後なんか目も合わせてくれた。<laughs> <laughs> お疲れしたみたいな。<laughs> という経験も昔あったから、いやなんか笑顔で最後ね。<ー>お疲れ様でしたみたいな。だったんで、どうなってるか、ちなみにあの、 ガチャ版はねじ込みましたんで <laughs>、えー、前々回のね、ヤーレンズのライブで、はい、ガチャ版知らなくて、私盛り,盛り上がれなくて悲しいぞって言ってた、そこのあなた、<laughs> <laughs> えー、あなたに向けて、みたいな、まあそそ、そうは言いませんけども、かフリーだからそういうのもチャレンジしやすいというか、わかりませんけどね。えー 別にフリーでずっとやっていくって言ってるわけじゃないんですけど <laughs> <laughs> 昨日はそういうことを感じたな、はい、フリーだからっていうん、なんかこ,ことではなかったってことです、ね、そうそう新しい目線で、うん、まあいいじゃないですかいろんな挑戦がこうできてるねえ見れた収録だったなっていう感じで、うんえー、本当でもね感謝しかないんですよね、うんえー、感謝の理由はあの見ればわかると思うんですけど、はい おかげさまで、あやっぱこう、自分一人の力でね、うん、テレビって出れないと思う。きっと、どこかで誰かが、そうですね、スタッフさんが推薦してくれたりとか、はい、誰かのおかげでね、出させてもらってるんでね、もう、存分ね、やらさせていただきました、えー。そんな報告ができて嬉しいよ、私は。<laughs> 私は。<laughs> 私は、はい。そのオンエアが11月7日、もう、来週のこのラジオの時はもう終わってるんで。 感想とかはぜひメールでください。えー、11月7日夜、えー、関西地区の方はちょっと日に時間ずれるっぽいんですけども、えー、テレビ朝日系列アンタウォッチマンということでぜひ皆さんよろしくお願いいたします。 もうね、時も経ってまいりましたけども、もう、もう,もうなんか30分番組ってやめようかな。<laughs> 最初からその概念もうないですから、ね俺。俺たちはね、はい。でも気にしてる方いらっしゃると思うよ。あ,あの言ってたのにね <laughs> 更新していきましょう、更新そは。というわけでね、今週も企画のコーナーに行きたいと思うんですけども、 えー、いつもはね、鎌倉さんにお願いして、鎌倉さんちょっとなんか持ち込み企画お願いしますみたいなことを言ってたんですけど、今回は、えー、私がお願いしました。えー、企画のタイトル。<laughs> 思う存分なぞなぞというわけで、 なんぞなぞをやりたくてだけど自分でお題を探してやるっていうのは違うじゃない <laughs> 違うくはないですけど、ね、だってもう探してる時点でもうお題読んじゃってるわけだから、まあ、<う>でもなぞなぞ本とかを自分でやるっていうのはいややっぱ出してほしいんだよね <laughs> 掛け合いをしたいああ <laughs> こういうこととかいうのをやりたくてヒントいそうそうそうああでえー 鎌倉さんにお願いして、ちょっとなんか、謎謎を持ってきてくださいっていうことで、はい、持ってきてくれました、はい、はい、持ってきました。さすがだね。はい、というわけで、今日、思う存分謎謎をやりたいと思うし、えー、聞いてくださってる皆さんも一緒にね、考えてくれたら嬉しいなと思います。はい、負けないぞ。ちなみに、矢野さん謎なぞなぞが得意っていうふうに言ってましたもんね。まあ得意というか、その考えることが好き。 難 <laughs> <あれ> <laughs> 問を揃えたんですけどあなんかあんまり簡単すぎてもああ表紙抜けだなみたいな感じになるのかなって思って全然全然難易度がこう上がっていくわけじゃなく、はい、難問ばっかりあああの,あのグラデーションとかないですいいね、はい、でも頭の体操には持ってこいいいですねやってみましょう、はい、いいですかはい、はい、いきますじゃあ第1問きた パソコンでやることなんだ、うん、はい山さん目薬<で> <laughs> なぜ目薬ドライアイアがすごいじゃん <laughs> 大きな目の人がパソコンでやることなんだ大きな目の人がパソコンでやることはい大きな目の人が ですから西川きよしさんぐらいの謎なぞですから,らい, <laughs> いや,らいやそこからもうひもっといてこういくからたどり着くから、はい、大きな目ってことはがパソコンでやることはい大きな目の人がパソコンでやることやっぱ目がぶつかっちゃうからちょっとこう引いた状態で打つと。 じゃっとね、矢謎さん、謎謎ですか <laughs> <laughs> 謎<々> <laughs> 謎ですかいやいや、そういうので当てたことあるから。<laughs> 俺なりの手法でね。大きな目でしょ、はいはい、考え方としては、ビッグアイとか。お、はい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 。<ー>いいですね。ビッグアイ。いいですよ。とか、デメとか。ああ、いいですよ、いいですよ。パソコンでやること。パソコンってことは、 結構難しいこれいやでも聞くとああって感じですねああヒントいきましょうかヒントいいはい今パソコン率先して出してくれるかのまだ続々あるんで他のもやってほしいじっくりいくからいやんなじっくりやる問題じゃないんですよお願いしますパソコンでやることって言いましたけどスマホでもいいですパソコンに限ったことじゃないですスマホでも 検検索索ボタンををを押してくくだだささいい一応謎謎形式でなぜ理理由をっし由んか目がでかいってことはすごいいろんな情報が目に入ってきちゃうから興味が深いから探求心から <laughs> 違います ん <laughs> 謎など得意じゃないでしょ <laughs> 得意だからえでもさっきのビッグアイとか、うん、そういう変換っていう考え方ですねやっぱり謎なぞなぞなんて。うん、目が大きいっていうのを変換、うん、目が大きい、えー、魚眼の目が大きいヒント2 うん、大きいっていうことを他の言い方にすると、うん、大きいを変換ですね目はそのままですあ大きい大っきいっていうのは目が目ああでもそういうようなそういうようなそういうような考え方ギガ目 <laughs> ギガ目<メ>お <laughs> きい大きいを他の言葉で言い換えるといろいろあるじゃないですかああでかいの<ー>でかめ、はい えー、なんだマンモス目あサイズ感大きいこサイズ感でこう、いろんな言い方がある中のあ,ーあーっていう変換です、ね、あれだ LL 目ああでもだんだん近づいてますねえいいですよ今もしかしたら分かったチャットのここに流れてるかもしれないですよ俺の方が先だ はい、どうぞ、矢野さん。E メール。なぜなぜこの時代に E メール鎌倉さんの目がでかくなってたんだけど。なぜこの時代に E メール ?E メールという答えを。目が入ってるから。矢野さん、超、超惜しいですけど。超惜しい。もっともう別に。もっともっと。ああはい、矢野さん。わかったメール正解 あー、メー,ルでメールです。なるほどね。はい、よっしゃオッケーオッケー<に>1一問クリア <laughs> じゃあ2問目いきますよ。これね、いい問題だと思います。寒くなるほど暑くなるものなんでしょう、うん、寒くなるほど暑くなる。はい。その 滑ってる芸人のハート <laughs> 滑れば滑るほど取り返してやるっていう <laughs>、ね。人によりますよね。落ちちゃう人もいるじゃないですか。いや間,違ていす間違ってないです。間違ってないですけど、うん、まあそういうことじゃないですか。寒くなればなるほど暑くなる。はい、寒くなればなるほど暑くなる。ええー。なんかそういう物質あるよね。お そうでしょ。矢野さんえ <laughs> いいとこ行ってる<え>。そういうだね。そういうことです。そういうことです。寒くなればなるほど暑くなるっていう、<はい S 2> その、ドライアイス的な。<laughs> 矢野さん滑りまくっている芸人の心。もと戻った。もと戻った <laughs>。えダイヤモンド。その心は そのああ、分かったぞ。はい。分かった。はい、矢野さん。氷、正解オッケーさすが。そうなんですよ。熱くなるを、これだけ聞くと、あの、ホットの方に思っちゃうけど、分ラッのーの熱だったんですよね。はい、いいですね。絶対、チャットの人早かったと思う。矢野さん、今のは鋭い。オッケーオッケー。じゃあ、次の問題いきます。冴えてきたぞ。はい。タンノバー。 最後にもうこの瞬殺系のやつ言っていいですか分かりました。じゃあよく弾いててくださいね。うん、ちょっとこれ勢いで読み上げないといけないやつなんで。いきます。<laughs> いきます。いいね。はしふへほずんだ朝、昼、夜、今はいつ <laughs> どうしたほっさかないとなんか今、トしちゃうみたいな。はっ、はっとしてみたいな。 朝昼夜のい今はいつかっていうのを当ててほしいんです。朝昼夜今はいつかど,どっかなんですけど、うん、それが分かる言葉をちょっと伝えてい,いいですか、うん、いきますよ。はしふへほずんだ <laughs> 僕は朝昼夜いつのことを言ってるでしょうはしひずんだはしふへほずんだはしふへああはしふへぞ山さはんん、えー 日がだったから東が、東だったから、東に、朝ヤ <laughs> ルさ、は,はい、どうぞ。朝朝、理由は東になんか、太陽が昇った感じヤルょ。やさもうほぼ答えたどり着いてるのに。<laughs> だって、日が、日が <laughs> はー、は、は、し、ふ、へ、ずんだ。はー、しー、ふ、へ、ほ、ずんだ。 あ、橋、風平、ずんだでしょだから、火が死だったし、はい、えー、赤沙田、は、ま、まがずんだだったから、東間ずんだ。<laughs> <laughs> 東間ずんだ。田原俊彦の東間ずんだ。なん <laughs> <laughs> だろう 考え方がいいよね、東し。もう、それほぼもう答えですよ。答え、えもうほぼたどり着いてるんですけど、なんか一個余計なこと考えちゃって、もっと。はが、ちょっともうこれヒントだとして、ゆっくり読んでみて。ああ、漢字を入れずにですかで、うん、じゃあいきますよ。うん、は、し、ふ、へ、ほ、ずんだ。は、し、ふ、へ、ほ、ずんだ。はい、朝、昼、夜。 朝昼,朝昼夜のいつのことを言ってるかさっきいいとこまで言ってましたよ東だったよね、はい、東になってるは行のね、はい、東になったも,もはやそこだけの問題なんですけどずんだって何じゃもあ <laughs> なるほどね, <laughs> ほどね <laughs> はい矢野さんボタンをはい矢野さん夜夜理由は

いや、楽しい <laughs> 全問正解です。オッケー挑戦者待ってます。おーゾンブなぞなぞでしたーエンディングーちょっということでねー、えー。今日はもう1時間超えちゃいますね。危 <laughs> ねー <laughs> はい。っていう、たまにはこう、俺がこうやってお願いする企画のいいですね。そうですね。うん。なんか なかったらまた言ってくださいいなぞなぞやりたくなったら言ってくださいだってハリーポッター前作から問題頼むって言ったら全部見なきゃいけないですよいやいや欲しいやつだかまわくなさない俺得意で好きなものはスラムダンクとかだったら僕読んでますから出せますけどハリーポッターちょっと読んでないなんでその自分中心なんだよやろ俺のメインパーソナリティなんだからさ というわけで、えー、こういうのもね、やっていけたらいいなと思います。皆さんねあの、第6回目もね、長々聞いていただいてありがとうございました。もう、あのー、ちょっと途中で寝ちゃうかもしれないという方もね、全然あのチャットで、残りはこの日に聞きますとかね、言ってもらっても大丈夫なんでね、えー、末永く愛していただけたらなと思います。 というわけでね、今日も楽しい時間を過ごさせていただきました。また皆さんのお耳をお借りしに来ますね。以上、ギフト屋のラジオ、たんのでした。またね、フィニッシュ